ご視聴ありがとうございます。マリオです。本日7月28日なにわの日にビッグニュースが入ってきましたね。なにわ男子デビューおめでとうございます。11月12日に JSTORM から CD デビューすることが発表されました。 JSTORM ということで他には嵐、関ジャニ∞、KAT−TUN、平成ジャンプらがいます。そしてファンクラブも8月27日より発足するということですので、皆さん入っちゃいましょう。ファンの呼び方はなにわ男子ファミリーを略してなにファムと呼ばれています。では簡単になにわ男子のメンバーを見ていってみましょう。なにわ男子は2018年10月6日に結成しています。顔面偏差値が高いことでも知られ、関西初の王道キラキラアイドルとして人気を集めています。メンバーは道枝俊介18歳、長尾健人18歳、大橋和也23歳、大西流星19歳、西安大吾24歳、高橋恭平21歳、藤原丈一郎25歳。なにわ男子は結成直後から親しみになるキャラクターやトーク力で人気を集めていました。また冠番組も持っているので知っている方も多いと思います。どんなデビュー曲になるのか今から期待ですね。また以前に動画でくれた選抜メンバーが1年デビューや合体デビューが免れてファンは一安心かと思います。そして今回の件で肩を落としてしまったのがトラビスジャパンのファンの方々だと思います。ですがデビューしないと決まったわけではないので気長に応援しましょう。それにしても8月8日にデビュー発表する可能性を読まれてるからって7月28日はジャニーズ事務所もやりますよね。今後もなにわ男子やジャニーズ事務所から目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ続けて次の動画もご視聴お願いします。セクシーサンキューです。